今ね、ここまでフリーランスの人の立場でお話ししてきたけど、その発注する企業もね、いやーこれインボイス出してくれないからといって切るわけにいかないしなーみたいになって、そこでね、ちょっと今、うんうん、ある会社の文章を読むけど、こういう文章を出してるね、うんうん、免税事業者の方への対価の支払い金額は消費税分の値下げを要請させていただくという結果に至りました。つまり今まで通りの請求書出してくる人には、まあ消費税の分引いて、さっきのマツコさんの話でいくと100万になるってことでね、最初から。そう、売上が下がっちゃう、マツコさんの感覚から言うとね、今まで、うん、そうだね、下のに下がっちゃうと、うーん、だったらね、物価も上がってるし、いろんな税金、社会保険料の他のものも上がってるし、上げたいの気持ちなのに、もらえるお金が 10% 分がなくなっちゃうみたいなね、そんな感じ、これは深刻だよね。深刻だ、深刻だ。どういう話だったの？それがインボイス制度なんだね。いや、我々はどうすればいいんだっていう感じだよね。まあもちろん1000万いってる人はただ単に手続きをさっさとやりましょうっていう話だし、そしてそうじゃない人は制度として始まっちゃうから取引先の様子を見ながらやっぱりやっていかなきゃいけないんだと思う。フリーランスの人たちはもうインボイスというか税金は 10% 払うものなんだっていう風に理解して変わっていかないと逃れられない。本来であれば 10% 消費税としてもらっていたわけだから払うのが当たり前だよねっていうのがもう定番の法律になるって考えなきゃいけないね。それってね、いつまでにこう番号を取らなきゃいけないとか、そういう期限はあるの？あら、随分のんきな話をしてくるね。これね、本当はね、昨年度にやってねって話だと思う。それが、そう結局のところ緩和措置がねあったりとか、なんだかんだでギリギリでいいよってことになってる。昨年度中にやらなきゃやらなきゃって一旦大騒ぎあったの。そこ伸ばしても大丈夫ねってことになり、今第二大騒ぎシーズンじゃない、10月から始まる直前だから。なるほどね。そう、なんか私の日本の取引先からも、なんかどうなさいますかみたいな手紙来てたよ。そうでしょ、うん、それどうしたの、どうなさったの、どうなさいますか、まだ決めてませんなんだけど。ああ、そうかそうか、そう回答はね結構聞かれてね、どうしますか、いろんなところから来て、私の場合取引先すごいいっぱいあるから、細かい仕事いっぱいしてるから、まあ気まくりで T で始まる番号を何度送り返したかみたいな感じで、けどあれもやらしいなと思った。いろんな取引先でどうしますかの中に、すでに課税事業者であるみたいな選択肢があって、それってなんかちょっとした取引先に1000万いってますかって聞かれてるようなもんだからね。あー、そっかそっか、質問がいろんな会社から来てるはずだから、それを聞いたら、インボイス欲しいんだなーって思いながら回答をして、でやりませんって言うと 10% 値引きとかが大いにありえるし、最悪インボイス出してくれる梅子さんや竹子さんに仕事が行ってますってことだよね。それはね、今は1000万円稼いでないから、メリットがないから取らないけど、将来的に1000万円超えたら取りますみたいなことでもいいのかな。別に強制ではないから、ただの請求書出す人としてしばらく生きていくっていうのはもちろんあると思う。なるほどね、行ったらまあやるかって、もちろんそういう人もいるんじゃないかなという気はする。そして
まあ、このいつも通りの請求書でも仕事をくれたらそれでいいし、その分 10% 下げられてもいいやっていう感じで、うん、手続きっていう人もいると思う。そうなんだ。なんか私が聞いてる話ではね、その取引先の翻訳会社によって全然対応が違っていて、さっきのりこさんが言ってたみたいに、今後はその実質的に手取りが低くなりますって言ってくる会社もあれば、その翻訳者が負担が大きくなるから翻訳単価自体を上げさせていただきますみたいに言ってくれる会社もあるって聞いた。いや、うん、確かにね、その仕事をね発注する側もいろいろ考えて、そんな感じでバッサバッサ切っていったら、うん、仕事やってくれる人がいなくなっちゃうっていうのもあるから、その辺を考えながらやることになるんじゃないかな、うん、なるほどね。うん、そうか。まあ、私個人はほら海外の会社の取引が多いから、うん、だからそんな急いで決めなくてもみたいな感じで様子見っていう感じにしちゃってるんだけど、うん、確かにそれはまさにその通り。だって今まで話してきたの全て日本の消費税絡みの話だから、だから取引先、発注する会社が日本に消費税を納めるとかそんなの関係ないっていう、もう、うんうん、ゴリゴリの外国の会社だったら、うんうん、関係ない話だよね。なるほどね。それでなのかな、なんか翻訳者の中にもね、もう海外との取引先を増やそうって思ってる人もいるみたいだから、うん、まあ、それも、うん、対策の一つなのかもしれない、ね、そうそうそう、あくまで日本の消費税の話ね、うんうんうん。じゃあさ、これからなんかまだ取ってない、うん、どうしようか決めかねてるっていう人に対してね、だいたいこう目安として考えるのは、うん、じゃあさっきのりこさんが言ってたみたいな1000万がまず1000だよね、うん、で、うん、でもそこまで行っていない人は、うん、何を基準に、うん、決めればいいの？そうね、やっぱりね、仕事があるかないかだと思うな。仕事をそれでもくれるようであれば、うん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 、いいんじゃないかなと思う。できればね、本当にもう1000万は超えるものを目指してねやるぞみたいなね、そんな感じで言ってほしいなと思うけれども、うんうんうん、働き方って本当人それぞれだし自由だから、うん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 、だから自分は1000万とかそういうの目指してないし、普通の今まで通りの請求書でもやってくれるところとだけ付き合っていきますっていうね、割りも本当にあると思う。まあみんなが消費税を納めましょうっていう流れであることは間違いないから、例えば売上がね少ない人でも売上で 10% は消費税なんですよっていうことだと思う、うんうん、のメッセージだっていう風にね、やっぱ受け取らなきゃいけないと思うから、払う文化慣習っていうものを認識して受け入れなきゃいけない時なんじゃないかなという気はする、うんうん、なるほどね。なかなかあれですね、稼ぎの少ない人たちにとってはさらになんかお金を取られるみたいな感じでね、なんか、うん、搾取って言ったら言い方悪いけどさ、会社員よりきつくなっているよね、うん、そうか。じゃあ会社員とかはそんなに影響ないのか？ないね。会社員でも影響ある人は副業の人だけであって、私まあちょっと話はそれるんだけど、フリーランスっていうのは会社員より稼げるかなとか、同じぐらいだからフリーランスになろうみたいな感覚でなると、まあだいたい厳しいことになってしまうから、前から言ってたんだけど、それがさらに大きくなってしまうので、会社員でもできることをフリーランスでやるみたいな感じの人はちょっと考えた方がいいかなっていう気はする。なるほどね。翻訳の場合って翻訳する会社員ってそんなにいっぱいいないと思うので。そんなにいないかもしれない、ね、そうだよね。ってなると、もともとフリーランスが定番の仕事だから、ね、そういう人はフリーランスでやるしかないから、うん、さっき言ったようにね、まあ、どういうスタンスで行くのかって考える、うん、でももう払わなきゃいけないものになっていくんだなっていう理解は必要だね。うん、
なるほどね。まあじゃああれだね、あとは対策としては海外との取引を増やすとかね。そうそうそう、うん、インボイスっていう意味で言うと完全にそう、うんうん、それになんかもしかしたらだけど今の日本の状況とかを考えていると、うん、あの海外からお金を取り込むっていうのは生き方考え方稼ぎ方全部考えても私は結構重要じゃないかなっていう気はするね。稼げるでしょ海外の会社と取引した方が。なんかが違うと思うよ。うん、そうだね。為替も違うしね。うん。なるほどね。じゃあこれからはいろいろ働き方も工夫をして。そうそうそう。ね、これは本当翻訳者に限らず、やっぱ海外とつながることとか、海外からも、うんうんうん、まあお金をこうね、引く方法とかね、そういう、本当に世界はつながってるんだなって考えることは大事だと思う。そうだね。いやもうじゃあこれからはこう日本国内のみならずいろんなこう働き方、うん、稼ぎ方、うんうんうん、を考えてね、あの、うん、いろいろとこう収入を確保する方法を増やしていくっていうのも一つの対策かもね、うん、絶対そう思うな。インボイスに限らずね。うん、インボイスに限らずね。そうそうそう、うん、非常に勉強になりました。なんか全然インボイスって分かんなかったからさ。ああ、そっかそっか。うんうんうん。そう、日本でみんなね、あの、深刻になってるのはこれなんですよ。何 ?10 月の1日から始まるの ?10 月からもうそうなの。だから、請求書の切り替えとかね、今する時期で、ね。そっか。じゃあまあ私も海外の取引が多いけど、日本の会社の取引もあるから、うん、あれだね。なんか、様子見ながら考えていった方がいいね、うん、きっとね。うん、そうそう。何か聞かれるのでね。そっか。いや、あの、大変今日は、あの、勉強になりまして、なんか、ありがとうございましただね。いえいえ、まあただね、これ本当に細かい話とか税金っていうことで言うならば、うんうん、税理士さんとかあとは税務署っていうことになって、で私がファイナンシャルプランナーとしてお話しできるのは、まあ一般的な話っていうことですね。で、個別具体的な話に関しては税理士さん、うんうん、専門のね、あの、なんていうか法律上税理士さんしかできないという。あ、そうなんだ。そう、あとは税務署に相談するのがいいと思う。なるほど。じゃあ個別相談とかこう個別のケースっていうのは税理士さんとか税務署に相談 してくださいってことね。そう、うん、税理士さんの独占業務って言ってね、法律で税、うんうん、税務に関しては他の人がやってはいけませんよっていうね。そう、そっかそっか、うん、いやでも今日こういうのすごい勉強になったと、あの、思ってくれる人もたくさんいると思うので、うんうん、どうもありがとうございました。いえいえ、あの、のりこさんには前にね翻訳塾にも来てもらったことがあるし、なんかこれからもなんかフリーランス のとお金の関係とか、あの、また質問させてもらうことがあるかもしれませんが、うんうんうん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。いつか、あの、翻訳塾にも遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。